同じ？ゆかりも同じこと言ってんの。宗一くんにすごい迷惑かけたの。宗一くんはそれを気に病んでくれてるの。だから申し訳なくて申し訳なくて、あんまり問い詰めると泣き出しそうだからそこで止めたけどさ、それって一体何なのよ。だから私にも言えない？ああ、分かった。やっぱそれか。宗一、あんたね、自分一体何様だと思ってんのよ。やっぱ。いい？分かってる？相手は天下の伏見ゆかりよ。ちょっとボケてるところもあるけど、ちょっと太めかなと思わないこともないけど、優しくて賢くて気立てが良くて可愛くて、そんじょそこらのことは比べ物にならない、冗談中の冗談だよ。それをあんたごときが、あんたみたいな授業中寝る以外何の特技も特徴もないような手頃感だけが取り柄の男が。さつき、お前さっきから一体何言ってんだ。振っちゃうなんて、なんてことするんだ。はい、あんたにゆかりを振る権利なんかない。黙って付き合え。はい、わかりました、ありがとうございますと頭を下げて彼氏にしてもらえ。はい、はい、振る彼氏。さつき、お前一体何を。はあ、あんたバカだバカだと思っていたけど、本物のバカだとまでは思ってなかったよ。もののよしあしぐらい見る目養っとけ、このバカ。だから何言ってんのか分かんないんだよ。さつき、お前妄想を暴走させるのも大概にしろよ。俺とゆかりは別にそんなことで気まずくなってんじゃないんだ。もっと違う理由が。んなことはどうでもいいのよ。あんたゆかり好きなの？嫌いなの？だからそういう話じゃないんだって。いいか、俺は。うだ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 うるさい。男だったらごちゃごちゃ言わずにはっきりしろ。さつき、あのな。宗一、あんたゆかりのこと好きなの？嫌いなの？嫌いじゃない。そんな答えは聞いてない。二者択一だ。好き嫌い。好きだ。大好きだ。ほう、なめんなよ。俺だって男だぞ。ゆかりの良さを分かってないはずないだろう。あいつほど可愛いやつはいないよ。あいつほどボケてるようでしっかりしてるやつはいないよ。あいつは自分がどんなに辛くても人のことを考えてくれるやつだ。あいつほど優しいやつはいないぜ。
ってどうなのよ、結局その辺好き嫌い。だから何度も言ってるだろう、好きだよ。大好き。ああ大好きだよ。彼女にしたいぐらい。当たり前だろ。あいつが彼女になってくれるなんて言ったら、あいつが恋人になってくれるとしたら、嬉しくてしょうがないよ。どんくらい。地球を逆回転させてやるぐらい。あっそ。じゃあ逆回転お願いしようかな。は？じゃん。ゆっかり。ほれほれ、逆回転やってみ。あ、もう聞いてた。逆回転。うっさいな。んなことできるわけないだろう。じゃあさっきのは嘘。嘘じゃないけど。う、嘘だ。あ、違う。やっぱり嘘だよ、宗一くん。さつきちゃんの剣幕に押されて、心にもないこと言っちゃったんだよ。違う、ゆかり、違うって。そうだよ、ゆかり、宗一ああ言ってるじゃん。本心だって。ゆかり、これがこう、これもこう。二人で一緒、ハッピー、大ハッピー。あんたたちやる気あんの？だって宗一くん本当の気持ちじゃないもん。私は宗一くんの邪魔になるんだよ。私なんか宗一くんのそばにいる資格はないの。痛いと思ってもいちゃいけないの。話して。あ、ゆかり。さようなら、ゆかり。本当に情けない。情けないな。何のんきな感想を述べてんのよ。
あんたね、二人の間に何があったのか知らないけどね。私だって彼氏なんかいないけどね。そんなことぐらいは分かってるよ。総一、あのね、好きな人が辛い時、悲しい時、やらなきゃなんないことは分かってる。ほう、じゃあさっさと実行しなさいよ。言われなくてもそのつもりだよ。総一、ヨットハーバーが臭い。この間夕暮れに来たいって言ってた。時間合わせて待ち伏せろ。最上級サンクス。今度なんか起こる。最高級フレンチシェ、小川でどうだ。トレビアン、頑張れ大船吹き。なんだと、作戦行動に入りました。だと、誰の命令だ。鏡のヘッドクォーター、こちらからはそんな命令など出しておらん。しかし、すでにチームの展開は。すぐ呼び戻せ、総帥命令だ。規模と作戦予定を。規模は、作戦規模は、その程度か。構成員は、いや、鏡の持ち駒なら大したことはないか。いかがなされますか。撤収命令は一応出せ。大至急一人記録係を向かわせろ。間に合わぬかもしれんが。はい。記録係。ビデオでもカメラでもいい。奴の大暴れする様を記録して総帥のお怒り沈めるのよ。はい。総帥のお怒りになるお顔、想像するだに恐ろしいわ。文字通り首が二つ三つ飛ぶか。鏡も手柄など焦らなくても、いずれ巨大な功績を立てるというのに、あの男を甘く見すぎている。ま、もっとも俺の遊びも原因の一つか。奴にはともかく、ジョーには悪いことをしたな。隊長、向かわせました。内部、繋がるならこちらへ回せ。貴様らも目を見開いてしっかり見ておけ。これがワールドクラスだ。ゆかり、ゆかり、なんでしょう。そばにいてもいい？楽しいですか？ああ。総一君は嘘つきです。好きでもない女の子と一緒にいたって楽しいはずないじゃないですか。嘘じゃないよ。俺はゆかりが大好きだから。
ゆかりは楽しい？嘘じゃないのなら。嘘じゃないのなら。もう少し。そばに。行っても。いいですか？うん。ゆかり。私も好きです。ゆかり、宗一くん、一緒にいていい？うん、ゆかり、一緒にいよ。楽しい。俺も。大丈夫、ゆかりは絶対に大丈夫だよ。声を出すな。ついてこい。脅しではない。撃つ。急げ。やかましい！てめえら、死にたくなければすぐに立ち去れ。今なら間に合うぜ。
やめなさい、総一。死ぬわ。構わん。ゆかりさんに見せていいものじゃない。仲間を担いで帰りなさい。今回だけは見逃すわ。総一くん。ゆかり。リサ、助かったぜ。礼を言う。ウェルカム。もうワンテンポ早い方が良かったわね。いや、結果オールオールオーライ。オンに切る。ありがとうございました。どういたしまして。どちらかといえば謝るのは私。マーシャルアーツ。構えは米軍正規兵。ええ、マウィーンズね。アメリカ海兵隊がなぜ俺を。というよりも鏡基地。鏡基地。鏡基地でおかしな動きがあるわ。例の件でね。構わないよリサ、もう当事者だ。了解。タンカー事故の件で、もちろんアメリカ太平洋艦隊は調査を励行中だけど、加賀見海軍基地は独自に人員を配置してさらに深く調査を進めているわ。お膝元だからもあるけれど、詳細は不明。不明？リサ、君は ID-13 っていうアメリカ軍の中枢も中枢に。私にわからないからこそ指示が出てるわ。目を離すなとね。俺のデータが欲しい。ええ。
真犯人を別にすれば。今世界で一番真相に近い人物、会いに来て金払ってくれりゃ誰にでも出す。そうは思わないわ。あなたのバッグだけが知っている真実を知りたい。バッグじゃない、クライアントだ。失礼。それに真実でもない。俺が知ってることはリサほどもないんだよ。宗一君、リサさんは。すまん、リサ。命の恩人に失礼を言った。いいえ、私の方こそ誠実ではなかったわね。宗一くん。いや、リサのおかげで。ゆかりは傷一つなかったんだ。やっぱり感謝はしてもし足りない。お互い水に流そうぜ。そう言ってくれると助かるわ。ありがとう、宗一。リサ。何？お互いもう少し誠実に行こうか。俺は君に知ってる全てを話す。その代わり君も君の知ってる全てを出してくれ。いや、そこまでは言わない。君の判断ででもいい。君が隠したいもの以外を洗いざらい出してくれ。捨てろと。組む相手が俺では不服か？もう少し。君らしいね。わかった、もう少し頑張るよ。近いと思うけど。気遣ってくれなくていいよ。足りないところは自分でもわかってる。彼女一人守れない男では信頼するに足りないよな。そうね。でも羨ましいわ。心にもないことを。本当よ、変わりたいぐらいね。じゃ次の機会にでも。予約が必要。ダメです。冗談よ、ゆかりさん。
そんな危なっかしい人タイプじゃないの。では私は後始末に戻るわ。お詫びにきっちり締めておくから。おお、怖っ。頼むぜリサ。ええ、ああそうそう、ゆかりさんの身の安全どうするつもり？ああ、基地が絡むなら放ってはおけない。知り合いの腕利きを一出すばかり呼ぶよ。お祭りの好きな連中だから喜んでくれるだろうし。お祭りね。あなたはいつも余裕しゃくしゃくね。暗い顔してても始まらないだろ。では私もお祭り好きの連中に声をかけておくわ。ん？それは？ ID13。 うひゃ、それマジ？全員は無理よ、呼べて5人。いやもう十分も十分だ。きっと俺の連れ連中も喜ぶ。ありがとう。どういたしまして。少しは信頼も得ないとね。まあそんなようなもんだよ。とりあえずゆかり、さっきみたいなことは二度と起こらないから安心していいぜ。アメリカ大統領より、世界一の大富豪より、強固な護衛陣が今日からついてくれる。黒いスーツの人たちがうろうろしてくれるの？くっつかなくっても守れる極めて優秀な人たちだよ。ゆかりは普通にしてればいい。影すらも見せないわ。遠くから24時間見守ります。そうなんですか。ありがとうございます。でもどうしよう。何が？どうしても気になるなら女性を配置するわ。心配しないでゆかりさん。はい。すぐに回させる。総一、少しだけ時間を。ああいいよリサ。明日からで。お？そうね、無粋っていうのかしら。あーいやいや、まあそんなのもこんなのもついさっきからだから、今日はなんというかそのお詫びというかなんというかそのゆかりさん、今日は総一くんが徹夜で守ってくれるって。ダメかゆかり。
邪魔します。へ、いらっしゃい。素敵なお部屋だね。そんなことないよ。素敵だよ。だって総一くんの部屋だもの。またそんなこと言うだろう。ちょっと言い過ぎ。ああ、言い過ぎ言い過ぎ。適当に座ってくれ。うん。総一くんは？お茶入れるよ。じゃあ私が。え？ゆかりがお茶を？しっけーな。いくら私でもお茶ぐらいスムーズに、しかも素早く入れることが可能です。確かに湿気であった。いくらなんでもな。よし、頼んだ。はい、お任せ。総一くん。はいよ。ケトルはそこに出しっぱなしだろ。水も新しいと思うからそのまま扱ってくれ。ひねりがないよ。俺のギャグがか。そう。それもだけど、コンロにひねりが。それは電磁調理器というものでな、スイッチをポチッと押すだけで湯が沸く文明の力だ。電源の横に右コンロオンというスイッチがあるだろ。右コンロオン、あった。始めるときはスイッチを押す。はい、始めるときはスイッチを押す。ポチガガガガーくーん。作動音中継はいいよ、いつも聞いてるから。プレートの丸印を目安にケトルを置いてみよう。あ、そうでした。